こんにちは。カナダ在住の山田です。ウィスコンシン州最高裁判所、選挙の違法性認定ということで話をしていきたいと思います。はい。あの、今更感がね、タイトルにしきましたけど、半端ないかなっていうふうに思うんですけれども、ただようやく前に進めるかなっていうね、そういう明るいニュースが出てきましたので、皆さんに今回紹介していきたいなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まず最初にですね、皆さんに一つ念押しをしておきたいところがあるんですけれども、今回の話は、 ウィスコンシン州の最高裁の判決なんですね。で、今、どうやら一部で、連邦最高裁の判決が話題になっているらしいんですよ。というのも、6月の終わりがけに連邦最高裁がとある判決を出したと。2020年の選挙はバイデンが勝利したっていうことになってるけれども、その結果の無効判決を出したっていうことで今話題になってるんですが、もうわかると思いますかこれありえないことです。完全なるデマですから、お気をつけください。 そもそも判決出すためには裁判が存在しないといけないんですが、そんな裁判存在しません。で、あとは、その、6月末と言ったら、その、中絶問題だとか、あと銃規制問題だとか、そのあたりの判決がボンポン出てきて、注目めちゃくちゃ集まったんですよね。で、その判決がいっぱい出た中で、こんなすごい判決出たら注目を集めるに決まってるじゃないですか。でも何にもなってないってどういうことって言ったら、どうやら一部の人が言うには、7月4日にその、独立記念日があると。 それを待ってから判決を公開するんだみたいなことを言ってる人もいるんですが、それもありえないんですよね、普通に考えたらね。っていうのも、あの、連邦最高裁って6月30日付でもう夏休み入りしてまして、次10月3日まであの裁判全く何もありませんから、その間に何か判決が出されるとかそんなもありえないわけなんですよね。はい。まあそういうふうにありえないことが重なりまくっていますから、まああの、お気をつけくださいっていうそういうお話ですね。 で、今回皆さんに紹介するものは、そのあり得ないものとは全く別で、実際にもう出たものですから、あの、事実として皆さんにお伝えしますので、そこの線引きだけ明確にね、お願いできたらなというふうに思います。はい。 じゃ、まずどんな裁判なのかっていうところなんですけれども、ウィスコンシン州でドロップボックスとバロットハーベスティング、日本語で言うと氷刈りですね。その合法性をめぐる裁判が続いていたんですけれども、地方裁、高等裁でそれぞれ判決出ていて、今回最高裁も判決を出したということなんですね。用語の確認をしておきたいと思います。まずドロップボックスなんですが、もうこの絵の通りです。もう郵便受けみたいな感じですね。郵送投票専用の投函箱ですね。 でえ、バロットハーベスティングというのは,えこれは、これも郵送投票に関わる用語なんですけれども、第三者が郵送投票を回収して代わりに投函しに行くこと。これがバロットハーベスティングなんですね。州によってこれ、いろいろとルールはまちまちなんですけれども、多くの州が一部合法、一部違法っていうみたいな感じにしてるんですね。例えば、自分の親とか家族に代わりに持ってってもらうのは OK。 でも、友達とか、あとはもう本当に全く知らない人、まあ、いわゆるその政治的な活動家の人とかに任せるっていうのはダメっていうふうにしている州が多いんですけれども、まあ、ウィスコンシン州もそのうちの一つなんですねえ。ウィスコンシン州法では、そもそものドロップボックスの設置、あと正当な理由のない郵送投票、無制限のバロットハーベスティングっていうのは認められていません。 なんですけれども、2020年の選挙、あ、まあ、加えていうのは2021年の選挙に関しても、ウィスコンシン州の選挙委員会、通称 WEC が、コロナ対策を理由にして、無制限の郵送投票、ドロップボックスの大量設置、バロットハーベスティングのもう無制限状態を認める通達を出していたんですね。例えばこの無制限の郵送投票なんですけれども、本来だったら、その州法の規定上、正当な理由がないとダメですよって決められているんですね。 なんですけれども、今回2020年の選挙に関しては、えー、っと、もう、郵送投票をやりたいですっていう申請があったら、もうその人を、その、体が不自由な人っていう、そういうカテゴリー分けに入れて、 で、それで許可出すってことをしてたんですね。はい。なので、あの、今年、2020年に関しては、ウィスコンシン州では、その、突如として体が不自由になった人が大量出現するっていうとんでもないことになってたわけなんですが、まあ、そういう理由があったわけなんですね。はい。であと、ドロップボックス2020年は538個設置されて、2021年に至って570個ぐらい使われたんですけれども、それ自体も、え、本来は認められてないんですけれども、も大量に設置していたと。 で、あとはバロットハーベスティングっていうのも、本来だったら部分的にしかダメだったはずなのに、もう大規模に OK っていうね、そういう認める通達を出していたんですね。このあたりって、その法律に決まっていることですから、あくまでも委員会はそれに従う形でルールの範囲内でやらなければならないのに、それを明らかに超えて選挙の運営をしていたわけなんですね。まあそれが今回裁判で争われていたわけなんですが、判決としては、そのルールをねじ曲げる通達に対して違法判決を出したんですね。 えー、数は4、3っていうことで、まあ、完全に共和党、民主党っていう形でパーティーラインでくっきり切れたわけなんですが、まあ、違法判決が出たということですね。判決文の紹介していきたいと思うんですが、まず有権者というのは法のもとで適正に取り行われる選挙に参加する権利を持つと。 で、ドロップボックスの設置の許可を出すことができるのは、衆議会であり、WEC、ウィスコンシン州選挙委員会ではないということなんですね。はい。あの、これも、ちょっと若干言葉をはしゃってますけれども、いや、衆議会が法律の改正をすることで、初めて許可を出すことができると。 WEC はそういう立法府ではありませんから、元々決まっているルールをねじ曲げることはできませんよっていうことを認定しているわけなんですね。はい。で、法の外側で実施された選挙に関しては、その結果で成立した選挙に関し政府に、州民が合意しているとはみなすことができない。 そのような選挙は違法であり、選挙結果は違法なものであるっていう判決なんですね。はい。っていうことで、2020年の選挙も含めてアウトでしたっていうことがもう判決として出てきているわけなんですね。はい。で、加えて違法な手続きによる選挙結果は選挙制度そのものを破壊し、自由な政府の最も根本部分の品位を下げることになるっていうことも付け加えた上で、えー、WEC の支持者は無効ですよというふうにしています。はい。 ま、こういうふうに、その、今回選挙の運営の根本になっていた、えっ、ー、と、ウィスコンシン州選挙委員会の指示書を2回出されているんですけれども、どちらも無効だった、そして違法だったっていう判決を出しているんですね。で特にあの、主要な判決文と、あとそれに同意する形の同意文、両方で同じような、えー、ことが言及されていますから、もう、あの、今回その賛成した4人の判事はみんな、えー、口を揃えて、 違法だったということを言っているわけなんですね。はい。という結果が出てきているんですけれども、ただ残念なところもあるんですね。はい。っていうのもですね、えウィスコンシンジュの最高裁って、2020年の12月14日に、この似たような裁判をトランプ陣営が起こしていたんですけれども、それに対して、えっ、ー、と、まあ、問題なかったというか取り扱ってなかったんですね。で、この時、あの、ウィスコンシンジュの最高裁に何言ったかって言ったら、もう時効ですと。 ということで、そのトランプ陣営が、おい、ウィスコンシン州がその違法なルールにのっと、ルールにのっとらずにめちゃくちゃな選挙やってたぞっていうことを訴えてたんですけれども、そこに関しては、時効っていう言葉で片付けられていたんですね。で、今回、そこに関して,しては覆しませんっていうことで、えーまあ、残念な結果になりました。ウィスコンシン州の最高裁、判事7人いるんですけれども、7人いるうち、えっと、共和党側が4人。 で、民主党側が3人なんですね。で、4人いる共和党側のうちの1人が、あの、いつもそのゆらゆらするタイプの人なんですよ。で、この12月14日判決の時は民主党側について時効であるっていう風に入ったんですね。で、一方で、その、残りの3人に関しては、えっ、ー、と、いや、時効じゃないよ。ちゃんと聞くべきだよっていう風になってて、今回も意見文の中で、もう一度この、 過去の判決に関して見直すべきだったっていうところにも言及してるんですが、まあ、残念ながらそこまでは行くことができなかったっていうことなんですね。はい。 ま、なんですけれども、えっ、ー、と、2020年の選挙結果に対して問題違法性があったっていうことを認めた判決には変わりがありませんから、まあ、その点は良かったかなっていうふうに思います。はい。一歩前進かなっていうふうに思いますので、そこに関しては間違いないかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、でもやっぱり、なんか、微妙な感じになりますよね。はい。で、特にその、なんか、よくわからない線引きしているところから、まあ、裁判官の判断に、ね、市場が入り込んでたんじゃないのかなっていうところが若干気になるところもありますよね。はい。まあ、人によって考え方とか感覚違 違いますから、まあ、仕方がないのかもしれませんが、でも、司法って法を司さどってやることですから、法の範囲内でやるべきことなんですよね。うんなので、なんかね、ちょっと複雑だなって思うところもあります。はい。 ちなみになんですが、今回の判決に対して反対意見がその民主党側の判事3人、リベラル系判事からね、出されているわけなんですが、まあそれをまとめるとこんな感じですね。もう毎度おなじみの言葉が並ぶわけなんですが、えー、崇高な権利、これはあの、投票する権利のことですね、えー。崇高な権利に障壁ができる判決だと。 で、この判決によって投票が難しくなった。この判決によって投票が困難になった。ドロップボックスというのはシンプルで便利で最高の解決策じゃないか、みたいな感じで、あの、全然話が噛み合ってないんですよね。はい。あの、今回の判決文読んでて思うのがその、保守系判事側がやってることっていうのは、合憲性、または合法性、 っていうところに注目をして、法と秩序を守るっていうところを第一に考えて、えー、判決を下しているんですよね。一方で反対しているリベラル系判事っていうのは、その便利さっていうところに主眼を置いていまして、その法律っていう枠組み以上に便利になればよくない、もうより良い生活になればよくない、みたいな判決になってるわけなんですよね。これって司法がやることではなくて、 本当だったら立法府とか行政府がやるべきことなんですよね。なので、うん、なんかやってることおかしくないかなって思っちゃうような判決だなって改めて思いました。はい。あの、ということで、まあ、そんな判決も出ているわけなんですけれども、とりあえずまとめると、えっ、ー、と、一歩前進っていう形で、ウィスコンシン州に関しては、この後中間選挙も控えているわけなんですが、そこではもう大規模な郵送投票はできないっていうことが、まあ、一つ決まったわけですから、まあ、これは大きな一歩かなというふうに思います。はい。 というような、まあ、判決が出ましたよっていうお話ですね。で、もう一個ちょっとおまけの話もしておきたいと思うんですけれども、あの、最近バイデン政権いろいろ裁判を起こしまくってるんですけれども、その中でもアリゾナ州に対して起こした裁判がね、なかなかすごいものなんですね。はい。え何かというとですね、バイデン司法省がアリゾナ州が最近つく、えっと、えー、成立させた改正選挙法の違法性を争う提訴をしたんですね。はい。えこの選挙法何が、 含まれてるかって言ったら、HB2492 っていう名前がついてるんですけれども、ていうか番号がついてるんですけれども、フェデラルオンリーの有権者が郵送投票の申請をする際に、アメリカ市民であることを証明しなければならないっていうところが付け加えられたんですね。このフェデラルオンリーって何かって言ったら、調べてもちょっとややこしかったんですが、簡単に言うと、アメリカ市民権持ってないとまず投票できませんよね。で、市民権持ってますけれ、持ってます。でも、 連邦選挙投票できるけれども、州選挙はできないっていう、そういう有権者がいるようなんですね。なんか、あの、元々どこかしらに住んでいて、でも今海外在住ですみたいな人がこれに当てはまるケースがあるようなんですが、はい。ちょっと詳しいことはちょっと、あの、ぐちゃぐちゃしそうなんで、これ以上にしておきたいと思いますが、とりあえずフェデラルオンリーっていう、そういう、えっ、ー、と、くくりがあるんだって思っておいていただければいいです。はい。正式なんかスペシャルボーターなんちゃらかんちゃらみたいな感じらしいんですが、まあ、細かいことはいいですね。はい。 で、えっ、ー、と、このフェデラルオンリーで登録する際には、えっ、ー、と州、連邦法の規定によって、市民権の有無の証明必要ないっていうことになってるんですね。ただ、あの、嘘ついてるってことがバレたら偽証罪に問われるってことはなってるんですけれども、とりあえず証明必要ないってなってるんですが、アリゾナ州はここに独自に、えー、その市民権持ってますっていうことを証明しないといけないっていうふうにしたんですね。 で、さらに、もうすでに証明済みであったとしても、郵送投票の申請の時に、そのアメリカ市民ですかっていう部分に、そのチェックを入れないといけないってなったんですが、そこ、そんなんどうでもよくねって僕思ったんですが、そこに関しても、あの裁判で争われるんですね。いや、そんなんだってチェックするだけじゃんっていうふうに思うんですが、そこまでも嫌だということなんですね。で、えっ、ー、と、実はですね、このバイデン政権側の言い分としては、アリゾナ州は同じような法律を2004年に作ってると。 この時は有権者登録をする人に全員に対してアメリカ市民証明を追加するっていう州法を成立させたんですが2013年に連邦最高裁が違法判決を出したんですね。はい。 で、今回は有権者登録全員っていうわけじゃなくて、えっ、ー、と、そのフェデラルオンリーの人に向けたものっていうのが強いわけなんですね。はい。まあ、も、もしかしたら細かく見えると有権者登録全体なのかもしれませんが、すいません。ちょっとそこまで、あの、法律ね、細かく読んでませんから、はい。あの、ざっくりした話なんですけれども、まあ、とりあえずそういう裁判になってるんですね。で、2013年といえばまさにオバマ政権時なわけじゃないですか。ね。その時といえば、あの、ね、あの、不法移民を、 大量にね、迎え入れている時でしたから、まあ、その時にね、あの、オバマ政権の司法省が提訴したんだっていう話ですから、なんかや、やりたい目的がなんとなく透けて見えてきますよね。はい。とりあえずですね、今回これの影響によって、アリゾナ州の発表によると、えっ、ー、と、このフェデラルオンリーで投票、 登録している人の有権者は11,600人程度だということなので、まあ、その人たちがこの後その証明しないといけなくなるっていう話なんですが、あの例の NPR っていうね極左メディアが言うには、え最大19万2000人が登録抹消される恐れがあるっていうなんか全然違う数字を出してきていまして、まあ、この辺が今回裁判で争われると思うんですけれども、はい、まあ、とりあえずですね、あのバイデン政権さんですね、なんか知らないけれども、えアメリカ市民であることを証明させたくないっていうね謎のえ裁判を起こしてるっていうねそういうことなんですね。 はい。もちろんね、あの、一応、連邦法に違反してるからっていう風な言い分はね、言ってることはわからんでもないんですけれども、でも、そんなに、ここ、調べられたら嫌なのかなって思っちゃいますよね。はい。っていうね、あの、いろいろと考えさせられるなっていう裁判も起きてますよっていうお話でした。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございましたえ。最後はですね、朝のプロレスを終えたプロレスラーの方々でお別れをしたいと思います。はい。もうまったりされていますね。本当に朝っぱらからね、とったんばったんと,とったんばったん言ってましてですね、あの、本当に頑張ってらっしゃいますな、っていうふうに思いますね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。